イグマン山はボスニア・ヘルツェゴビナ中央部に位置する山である。サラエボ南西部に位置し、ビーエラシュニツァ山やイリジャに接している。イグマン山の最高地点はブラヒニャミネで1502メートルである。サラエボ周辺の主だった山の中では一番標高が低い。イグマン山はハイキングやスキーの目的地としてポピュラーで1984年に開催された。 サラエボオリンピックでは、ヤホリナさん、ビーエラシュニツァさんと共に主要会場として使われていた。マロポリエチックは、スキージャンプとノルディック複合の会場として使用され、ベリコポリエチックは、バイアスロン、クロスカントリースキー、ノルディック複合の会場として使われている。多くの施設が、オリンピック開催に合わせて整備されたが、1992年から1995年に、 かけて起こったボスニア・ヘルツェゴビナ紛争で受けた傷跡を残している。現在では、イグマンさんはサラエボの主要な観光地の一つである。新たなケーブルカーを整備する計画もある。注目される施設の一つとして、冬季オリンピック以来のスキージャンプ台がある。紛争中は処刑場として使われていた。イグマンさんは最低気温の記録があり、 低接し43度まで下がったことがある。天気が良く、見通しが効く日は、モンテネグロやアドリア海を望むことができる。1984ウィンターオリンピックスオフィシャル、レポート、ピアニッシも18から58、106から7。ありがとうございます。